第251回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回より3回にわたって法華経の21番目である如来人力根となります。この如来人力根はこれまでに取り上げた方便本第2、如来寿量本第16と並び、法華経においては重要な箇所であります。仏が上行菩薩をはじめとする菩薩に対し、法華経を付属し仏滅後に経を広めることを命じたことが主たる内容であります。それでは本文へと入ります。菩薩摩訶薩依術する者の発言、仏に対して。その時に千の世界を微塵にした数ほどの地中から湧き出た数多くの菩薩摩訶薩は、皆が仏の前で一心に合掌し、仏の尊い顔を仰ぎ見て仏に向かって言いました。世尊、私たちは仏が入滅した後において、世尊の粉塵の仏がいる国土、仏が入滅された場所で、まさに広くこの経を説くべきであります。その理由は、私たちもまた自らこの真実で清浄なる大いな教えを得て、受け保ち読み暗唱し解説し書写して供養することを願うからです、と。その時に世尊は、文殊師利などの無量百千万の句という昔からシャバ世界に住んでいる菩薩摩訶薩及び諸々の男性出家者、女性出家者、男性在家者、女性在家者、天竜夜叉剣脱馬阿修羅カルラ金奈羅マゴラガ人間人間でないものなどのすべてのものの前で、大いなる計り知れないほどの不可思議で自在な力を表しました。広く長い舌を出して、上は大梵天の世界に到達させました。すべての毛穴から計り知れないほどの色の光を放ち、すべての十方世界を照らしました。多くの宝によって作られた木の元にある獅子座の上の諸々の仏もまたこのようであり、広く長い舌を出し計り知れないほどの光を放ったのです。釈迦牟尼仏及び宝による木の元にいる諸々の仏が神通力を表したとき、百千歳という長い年月が経過しました。そうして後に長い舌を収め、同時に咳払いをし、共に指を鳴らしたのです。この二つの音は、あまねく十方の諸々の仏がいる世界にまで響き渡り、すべての大地は六種類に振動しました。その中の衆生、天、竜、夜叉、剣脱馬、阿修羅、カルラ、金奈羅、マゴラガ、人間、人間でない者たちは、仏の神通力により、皆がこのシャバ世界の無量無辺百千万の句という諸々の宝による木の元の獅子座の上にある諸々の仏を見て、並びに釈迦牟尼仏と多方如来が共に多方の中にいて獅子座に座っているのを見立て祭りました。また無量無辺百千万の句という数多くの菩薩摩訶薩及び男女の出家在家の者が釈迦牟尼仏をうやうやしく敬い、
周りを右回りに歩いて礼拝しているのを見ました。すでにこれを見終えて皆が大いに歓喜し、今まで一度もなかった思いを得たのです。すぐに諸々の天人は虚空の中において声高に唱えて言いました。この無量無辺百千万の阿僧祇という数多くの世界を過ぎて、シャバと名付ける国があります。この中に仏がいるのです。その名は釈迦牟尼であります。今、もろもろの菩薩摩訶薩のために、大乗経の妙法蓮華経菩薩法仏書五念と名付ける経を説きます。お前たちはまさに深き心で随喜すべきであり、またまさに釈迦牟尼仏へ礼拝し、供養すべきであります。と。もろもろの衆生は虚空の中の声を聞き終え、合唱してシャバ世界に向かい、このように言いました。ナム釈迦牟尼仏、ナム釈迦牟尼仏、と。もろもろの花、香り、洋楽や旗などの飾り物、もろもろの荘厳する道具、珍しい宝、優れたものなどにより、皆が共に遥かにシャバ世界へ参じたのです。参じられた諸々のものは十方より来て、それを例えるならば、雲の集まるようなものでありました。これらは変じて宝の幕となり、あまねくこの空間にいる諸々の仏の上を覆いました。その時に十方の世界はいかなる障害もなく一つの仏の国土のようでありました。以上、本日は如来人力本の第一回目でありました。本日の箇所では十種類の神通力が登場しました。釈尊は法華経の勧誘を結んで付属するにあたり、この十種類の神通力を表したのです。神通力とは超人的な力や働きのことであり、仏や菩薩が有する不可思議な力のことであります。次回第253回に予告でございますが、妙法蓮華経如来人力本の第2回目として今回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。